ゲストの皆様こんばんは、小田健です。本日も曇りなき眼たけしがお届けしようかなと思います。安定的にこのパンという名の角という名のリーゼントで、皆さんにね威嚇していこうかなと思うんですが、体はい、本日はですねなんか週刊少年ジャンプシリーズたけしがいっぱいいますね炭治郎たけしとか、先ほどまであのルフィたけしもいました。はい、今回ですねこちらのロブロックスのまたね面白いステージ、実況していこうかなと思います。どんな感じのステージかっていうとですね、人々をどんどんビンタしていくっていう、ビンタを強化するっていうゲームです。はい、張り手勝負ですね。で今僕右下にあの64ビンタマークがあるんで、64回人にビンタをしたってことになります。はい、恐ろしいゲームです。ではやってまいりましょう。なんか強化するとこのね自分の手を強化してなんかビンタ力をアップさせるみたいな感じのゲームなんですよ。うん、面白そうですよね。じゃあちょっとまず一番弱いビンタの手で行ってまいりましょう。と動画を見るその前に、たけしのかっこいいスキルが発動するビンタが見たい方、高評価チャンネル登録お願いします。したかな。チャンネル登録ありがとう。領域展開。はい、来ましたね。これで、じゃあこの子、こんな感じで、ビンタしていく感じで。面白いな。ちょっと待って、なんだこれブーブーしながらビンタすんじゃない。なんだお前は。初めて見る顔だな。よし、あ、すげえ、ま、え、なに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 、なんかすごい、モンスターがいる。え、なにあの黒いやつ。こいつ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 、なんか魔法かけられてる。たけしが魔法にかけられて、はい、落ちたな。俺のこと魔法かけてるやつ落ちたな。はい、よっしゃ、やっていきましょう。その長さは逆に弱点になるぞ。はい、みんな汚いですね。いた、たけし大丈夫。この真っ黒な人すごいね。松崎しげるかな。はい、ちょっと松崎しげるは要注意人物ですよ皆さん。あっちまで行ったな。桜があるぞ。なんだおいはい、僕70ビンタになったんで、ちょっとこの辺を買ってきましょうかと思ったんだけど、こっちの白い方買った方がいいかな。いや、いや、こっち買っちゃおう。はい、これでなったのかな。ん、ちょっと待てよ。一回じゃあ飛んでみましょう。あ、変わってる、やった。ちょっとやすりついた手袋みたいな、軍手かな、軍手たけしだ。よし、ほら、突き蹴り、ほら、こうやってどんどん戦っていくゲームです。戦って自分のビンタの数をアップさせるっていう。はいうわすごい、松崎しげるいろんな特殊能力使ってくる。愛のメモリーを歌うのと暗闇に紛れるだけじゃねえんだ。よし、うわなんか強そう。ママママってどういうこと。はい、ちょっといろいろ殴っていきましょう。あ、痛い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 、ほらほらほら、一応体力あるんだねこれ。あ、痛い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 、たけしに群がってビンタしまくんなみんな、強いな。ほら、よし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 、あ、痛い痛い痛い、なんか臭い匂いが映った。なんだこれ、誰が映してんだ、汚ねえぞ。あ、さっきの強い人だ、消えちゃったね。あ、なんなんだ本当に。これはなんかあれですね、あちこちに桜が咲いてるんですけど、この上は行けんのかな。向こう側にもなんかありますね。乗れたりするすっかすかだ。何しやがるんだ、何それゲッタンたけしになってた。絶叫が聞こえますが、おお、なんだ、引き寄せられるぞ。お前か。はい、よし、悟空たけしですね。よし、オッケー。ほら、パンツいっちゃう。お前、痛いよ。炭治郎たけし、ほら。よし、いい、いい、いい。なにこれ。時々吸い込まれるんだけど。ねずこに会ってきな。お前だ。よし、オッケー。基本的に相打ちになること多いんだね。痛いよ。後ろから叩かないで。はい。はい。よし。隙あり。よし、オッケー。こやつが引き寄せてたんだな。痛い、やめてよ。ちょっとこれさ、一番強い手袋ってどれなんだろうね。後で見てみましょうか。うわ、また来た、強いぞ。なんか赤座的な強さを誇ってる。うわたけしめっちゃ飛んじゃったね。よかったじゃん。はい、どんな種類があるんだ。あ、これとか痛そう。ドンクリークもびっくりなぐらいのトゲトゲだ。はい、これレゴって書いてありますね。
めっちゃ振動するじゃん。あの強いやつが暴れてんだ。マジで、あ、これか。待ってこれ、今のさ、赤座的なキャラクターって言ってたの、これ使ってんじゃない？これってゲームパス、あ、購入ね。なるほど、これは後で買うしかねえな。暴れてますね。はい、ちょっと一瞬で今の手袋買ってもいいんですが、この辺も見てみたいよね、どういう効果なのか。はい、ちょっと殴ってきましょう。あー、またかけられた。松崎しげるの罠にやめてください。とんでもない歌唱力だってことが分かってます。尋常じゃない歌唱力っていうのも分かってます。素敵な曲っていうのも分かってます。闇が解けた。褒めたらめっちゃ闇解けたわ。よかった。愛のメモリー、いろんなバリエーションありますからね。うん、めちゃくちゃうまいよね。でも松崎しげるめっちゃ歌うまいからね。よし、ちょっとたけしも、頑張って叩いていきましょう。なんか猛者がいいんだよなこいつ。ほら、よし、猛者叩いたぞ。やつ暴れ回ってんな。ちょっと目の前に行くと絶対負けちゃうんで。うわー、とんでもない強さだ。うわー、後ろから、おー、やるな。そして俺がすかさずポン。やつ強えな。なんだあの強さ、痛い。ほら、現実世界の800円ぐらいの課金かな。お前暴れすぎだよ。なんだ、うーわ強っ。これ何、なんで異次元飛ぶの、かっこよすぎだろ。こいつ荒らしてやがる。とんでもねえ、強えな。ちょっとサーバー変えるか。はい、なんか緑色の点になりました。なんでなんか適当に押したらなったわ。あ、これから発せられてたの、変な匂い毒々しいですね。はい、あ、毒なのかもしんない。体力をちょっとずつ減らす技なのかな。あーバウンドしながらどんどん落ちちゃった。あいつ暴れてんな。あれ、いやー強ない、あいつ強えよ。どうにか倒したい、この匂いをつけたい。ちょっと匂いつけましょう皆さん。混ざりすぎよ。はいはいはい、後ろにいる。はいはいはい、あらまあ、111ビンタになったんだけど、こやつに匂いをつけることができない。はい、よし、オッケー、つけられたぜ。もっと匂いつけたい匂いってなってるけど、これ多分毒だろうね。はい、うわー、すごいすごいすごい、人がいっぱいいる方がビンタのしがあんな。もうめっちゃ首折れてんじゃん、たけし。お、この白いやつ買えるようになった。これちょっと装備してみよう。あー、これが長いやつね。これ逆に弱点になるでしょ今の面白かったなこれ士官が一番やりやすいんじゃない、ほら、やっぱり。あやっぱ隙を作っちゃうな。あー、やめて、痛いよ。主観は主観で難しいかも、俺距離感測んない。ほら横から殴られちゃうのかな。はい、いいぞ、もう一回。はい、よし、こっちかも。はい、あー、ダメだ、棒の部分は全然判定ないんだね。あれ、なんか遅くなってる足が。おお、毒になっちゃった。やめてよ、このたけしで遊ばないで。はい、どうだこのローリングたけし。あ、ローリングハイパーローリングたけしだ、こっちはめっちゃ回ってたな今。はい、何してんだ君は。あ、なんかあるよ、芋羊羹が落ちてる。やった、はい、よし、オッケー。あれ、何これ、ブロック踏んだらこんなになっちゃった首わけわかんない方向に向いてたよね。たけし折れてたぞ、大丈夫か。もう一瞬死んでましたよ。はい、ちょっと待って、気をつけて、気をつけて。あ、なるほど、痛いよ。ちょっとこれ全然ビンタパワーアップできないじゃないですか。これ一回ビンタするのもなかなか一筋縄ではいかないんで難しいですね。え、なにこれ、え、すげえ、岩出したのかな、チーターなのかな、あれ。ほら、ちょっとサーバー変えたら静かになりましたねはい、海外の人もなんか2、3人います。やめてやめて、助けてよ。はい、全然食らわないじゃんこれ、やっぱ弱点になる、弱い気がするもん。あ、また来た。なるほど、これ時間によって出んのか。いや違う、この子が出したのかな。
かもしんない。痛い。ほらほらほら、一定距離を保って、ほい。おお、強え。やるな。これさ、たけしがいろんなグローブを手にしなくても他の方もグローブ手にするんでいいですね。今の岩出せるやつってどれだろう。はい、どの辺にあんだ。あ、これっぽいね。結構やり込んでたんでしょうね、あの方。これか。へえ、ちょっといろんな種類が見れますね。なんだ、え、時止まった。うわ、かっけえ。何その技、いいな。めっちゃ味わってんじゃん。弱っ。時止まったら弱っ。何この子。はい、ちょっとビンタは普通に食らっちゃうんだね。スキル使えんのかっこいいね。ほら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 、また使ってくれよ、いろんなスキルみたいね。え、たけし、たけし頭だけになってた今。ちょっと猛者がいっぱい増えてきましたね。さあ、これ匂いつけてやる。ほら、あいた、たけし、ほら、炭治郎たけし。お、長い、よし、オッケー。長い人はやっぱちょっとあんま強くないですね。僕はもうあの長い手は使わない。痛い、やめてください。あの光ってるやつ倒してえな。もう一回時止めてくれよ。ほら、俺にすげえスキルを見せてくれ。おろ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 、よし、オッケー。もっと叩け叩け。はい、痛い。うわー、これかっこいい、かっこよすぎる。あの白い手袋がやっぱ時を止められるんだね。ビンタし放題じゃ汚ねえな。時止まりながらでもおならすんなお前ら。ブッブッブッブ言ってたぞ今、ね、よし、手長い子たちが多いですが、さあそろそろたけしの本気を見せましょうか。あの白手袋に、お見舞いしてやりましょうか。よし、オッケー、叩けた。ほら、もう一回、はい。うわー、つえー、やるな。動きがおかしいよたけし。はい、とりあえずじゃあこれ買っちゃいましょう、現実世界のお金を使って。よし、いっちゃえ。いきなり、あれ、おかしいな、買ったよな。みんな買ったよな、今見たよな。まだ選択ちゃんとできてなかったのかな。はい、ちょっと現実世界の800円ぐらいを使ってるんで。あ、よし、 OK、 設定できたな。これで見せてやろうじゃねえか。たけしの強力な力と思ったら時を止めんじゃないよ。気を取り直していきましょう。さあ、見るがいい、私のこの最強のハンドパワーをお見舞いしてやるわ。やってやろうじゃねえか。はい、よっしゃ。つえ。ようやく倒せた、あの強い子を。さあ、君、何度も殴られた罰よ。相打ちになった、かっけえ。ちょっとこれでビンタ力を高めて他のビンタも見てみましょうか。たけしが覚醒したって言ってる。覚醒しました。ちょっと覚醒も踏まえて進化しましょうか。たけし今おかしかった今。はい、進化しました。さて戦っていきましょうと思ったら時止められたな。また進化したてなのよこっちは。どこに行ったのあの子。お前も止まんのか。お前だけは止まっちゃダメだろ。なんでやねん。あ、来た来た、これ壊せたりしない。あ、壊せねえか、さすがに。よし、この覚醒したとんでもねえ頭のたけしが荒ぶりますよ。はい、うおー、相打ちだね。あ、これ生きれるんじゃない、ワンちゃん。乗れ乗れ乗れ。ギリバンカー。アヒル座りみたいになってるたけし。はい、ほら、待て待て、全員吹き飛ばしてやら。はい、うわ、強えな。やっぱ毎回相打ちになっちゃう。ほら、来やがれ。はい、痛い、やるな。ほら、よし、あー、これはまずい、くそー。なんだそれ、ジョジョ立ちすんじゃないよ。それに加えてジョジョっぽい髪型だからな、たけし。よし、吹き飛ばしてやるで。なんだこの子、めっちゃ光ってんじゃん、すごいな。結構あれかな、人気なステージなのかここ、やってる人多いですね。どんどん通して、ほら、強えな、やっぱこれ。おお、
いいぞ。はい。いいてー。あ、生きてた生きてた。よかった。よし。よいしょ。うわー。吹っ飛ばされた。反動がありますね。あ、なんかのスキルが追加された。あー、まずい。危ない。殴られるとこだった。やっぱこれ強い。効率いいですね。引き寄せた子が俺のビンタで吹っ飛んじゃった。意味ないじゃん。ビンタされたかったんだろうな。よし、どんどん吹き飛ばして、ほら、へえ、コカ・コーラゾンビたけしもどんどん吹っ飛ばせ。あ、埋まっちゃった。なにこれ。あ、危ない危ない危ない。ギリギリ切れた。はい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 、強っ。これはチート級に強い。いいですね。これで最初いっぱいこのビンタの回数を稼いで、いろんなビンタ手袋を手に入れるっていうのもいいかもしれないですね。なんかいろんな効果がたけしにまとわりついてる。助けて、ここで花見したい。怖っ。ちょっと先ほどのドンクリークとか慣れるようになったんで、あ、レゴもいけるか。じゃあまずレゴをやってからドンクリーク手袋にしてみましょうか。よし、行くぞ。はい。これレゴはどういう効果になるんだろうね。あ、そういえばさっきレゴブロック落ちてたな。あれかな、一回ビンタすることにレゴを落とすみたいな。え、これなんで。人のレゴ踏むな。はい。どういう効果これ。レゴ出ないし。なんで1000回に1回ぐらいレゴブロックが出んのかな。どうなんでしょう。ホーリーエンジェルたけしをなめんじゃないわよ。ほら、あれ、たけし大丈夫、何それ。急に立つなよ、怖いから。さっきの手袋より意外と長生きしますね。さあ、あー、ようやく落ちちゃった。ジョジョ出しすんなって。だから次これやろうぜ、ドンクリーク手袋。どんな感じなの。トゲトゲですね。はい、ではでは。お、これはどういうパンチだ。ちょっと遠くまで飛ぶようになったのかな。なるほど、効果とかではないんだね。お、かっけえ、何それ。はい、急にこの世界には平和が訪れましてですね、たけしビンタの会というものが行われております。はい、世紀末ですね。これなるほど。これはファンサというやつですなって。こんなファンサやばいだろ。本当にファンサの世も末だよそれ。とんでもねえな。ほらおいで。そう、たけしにビンタされたい方は桜の木の下へおいでって言ったら来てくれましたね。誰だ。はい、ちょっと皆さんに協力してもらいました、ありがとうございます。500超えたんで、いろいろ買えるようになりました。うん、この辺まで買えますね。ちょっと頑張ればこれもいける。なんだこれ、ハテナ出てるぞ。うん、この辺もちょっと気になりますね。まずはこのドンクリックの次、フラッシュって書いてありますね。じゃあこれを使っていきましょうか。なんか電撃みたいな感じなのかな。さあ行こう。ほらほらほら、誰か。うわー、なんだこれ。あ、挟まれた。岩と岩に挟まれても生きてるたけし、怖いですね。あれ、おお、あれ、これ今電気消えてんのがそういうこと？これなんかフラッシュ要素全然ないんだけど。え、な、何これ。これどういうやつなのこれ。何がフラッシュだったのやら、どういうことでしょう。威力は多少増したけど、フラッシュ的な要素一回も見れてねえな。どちらかというとあの子の方がフラッシュだからね。もっと俺を楽しませてくれよ。痛いな。さてお次はこちらの透明のグローブをつけてみましょうか。さあどんな効果があるんだ。先ほどのフラッシュってやつは全然フラッシュしなかったけど、なんか回数何分の1の確率でなるみたいな感じなのかな。はい、よいしょ、いた。さあこれはどういう技になるんでしょう。はい、あ、飛距離が伸びただけかな。どうなんだろう。一応こういう光ってるよっていうだけなのかな。このグローブはスキルが発動するのはまだまだ先よみたいな。なるほどね。1回の撮影じゃ無理そうだな。まずい、これからは逆にたけし叩き放題よって言ったらみんな来る。すごい、ほら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 、戦ってやろうじゃねえか。はい、うわー、スキル発動した。いてー。あ、待って、こうやってスキル出すのか。ちょっと僕勘違いしました。なんかビンタしたら一緒に同時にねスキルが発動されるのかなと思ってたんですけど、
なるほど、フラッシュってやっぱこの一瞬暗闇になるやつなんだ。ほうほうほう。じゃあちょっと先ほどのドンクリークとかもちょっと試してみましょうか。一回ジャンプして羽が全く意味ない。ちょっと待てよ。あ、そうだ、レゴもあったね。これもやるか。よし、ちょっとこのレゴを出るかどうか。あ、出ますね。なるほど、こうやんのか。これ自分で踏んだらどうなんの。あ、自分のやつはなんないんだね。あ、吹っ飛ばした。これちょっと蹴飛ばして誰かに当てるっていう方法いいね。ほろいで、ほろろろろ、ほろ、あ、ほらこれ踏んでいいよみんな。あ、踏んだ、よし、OK。なるほど、こうやってスキルを出せるんだね。ちょっと勘違いしました、申し訳ない。レゴの次はじゃあこれね。さあ、このスキルはどうなんだ。そういうことか。あ、このスキルは光り出しましたね。どういう効果があんの。光り出すってどういう効果があんだこれ。じゃあこの次は透明の手袋でやっていきましょう。あ、てかこの最強の手袋もさ、スキルとかあんのかな。ちょっとやってみよう後で。せーの、はい。あ、かっけー、なにこれ、めっちゃかっこよかったぞ今。もう一回やってみよう。吹っ飛んだなすごく。みんな長いやつになってる。ちょっと待てよ、いきます、はい。おお、どういう効果なの。いくぜ、スキル発動。たけし、スキル発動したらそんなんなんのやめてくんないかな。たけし今今日で一番ホラーだったよ。ではお次はこのレンガブロックでいきましょう。はい、もうちょっとで600貯まるんで、ある程度のさ、手袋のいろんなスキルが見れそうですよね。はい、あ、なるほど、他の人をこうワープさせるんだね。2本柱があったんで、そう、2本エルトールみたいなのあったじゃないですか。あれで片方の人をもう片方側にワープさせるってことができるのかな。さて、このレンガのビンタブロックどんなパワーがあるんでしょう。殴られましたね。あれ、これはスキルないのかな、どうなんだろう。一発が重いみたいな感じ。一応スキルボタンを押してるんですけど何もならなかったですね。もう一回やりましょう。はい、遅い、なかなか遅いですよこのピンタ。はい、あー、ダメだ。これはやっぱ、あ、一応当たるとなんかブロックみたいな音しましたね。何これ、ブカーンって言おうと結構威力が強いってことかな。まあでもさっきのアルティメット手袋をまとった時点でこの手袋ちょっとしょぼいな。さて、お次はこれいきましょうか。音符が出てるやつ、音符じゃねえか、クエスチョンマークが出てる手袋、どんな効果があるんでしょう。さあ、叩いていきます。 E ボタンを押し、あれ、これも効果ないかな。ないっすね、なぜだ。普通に叩いても、まあ、ちょっとした強いビンタみたいな、うん、だね。ではでは、この最強の手袋見てみましょうか。スキルとかあんのかな、ちょっとやってみましょう。せーの、はい、ないですね。これはスキルねえわ。うん、やっぱこれは強い。てか待って、このフラッシュさ、あれだ、他のプレイヤーには瞬間移動に見えてる。なるほど、自分ではファンって暗くなるだけだけど、周りの人には瞬間移動に見えるっていう感じなんで、強いですね、あれ。なるほど、自分が見える景色が全てだと思ってたロブロックスは。あれ意外と役に立つね。だから敵の前でスキルを発動して後ろに回り込んでビンタするみたいな、そういう技ができるんで、やりますねあれは。さて、715回、700回超えたんで他の手袋交わっていきましょうか。さあ、ちょうど良さそうですね。あ、まだ来てた。じゃあちょっと次死んだら変えてみましょう。ほろろろろ、やっぱ強いな。お、やられた。よし、じゃあ行きましょう。はい、あ、これが変えますね。ゴースト、これどんな技があるんだ、やっていきましょうか。はい、え、あ、でも一応スキルある。え、これどうなってんだろう、ちょっと自分にしか。あ、なるほど、消えるんだ、かっけえ。ようやくめちゃくちゃかっこいいスキル引いたじゃんたけし、よかったな。ほら、うわー、これかっこいいわ。
ゴーストになった時ちょっと低速になるのかな。さてゴーストモード、はい、一瞬で終わっちゃったな。ゴーストになって1回目のビンタが当たったら終わりなのかな。さあちょっとこっちの手袋も買ってみましょうか。はい、購入。どういうスキルがあるんだ。よし、オッケー。さてさていきますよ。お、なんだこれ、俺が見えてないのかな。え、これなんかパンチできないよ。何が起きてんだ。あ、これは攻撃が無効化っていうスキルなのかな。ただ自分パンチできないから意味ないじゃん。ずっと叩かれないんだね。無敵たけしになった途端みんな寄ってきたな。ただこれパンチできねえんだよ。みんながこうビンタしまくるからさ、こう乱れ打ちになっちゃってるから、たけしがパンチしてるように錯覚してますねみんな。これでビンタできたら確かに反則だよな。さて、お次はこの795、これやっていきましょう。はい、というかこれも変えちゃうね。じゃあ2つスキルを見ていきましょうか。どんな感じのパワーを発揮するのか、いきましょう。さあこれはどんなパワー、あ、威力強くなったね。今吹っ飛ばしてたよ、すごい。よし、じゃあちょっとこのままスキルも使えるか確認して。 I'll be back。 え？I'll be back 言うただけん。何なんだこの手は。サノスみたいな感じの手にしてんのかな。幼稚園児が工作で作るサノスの手袋になっちゃってんじゃん。 I'll be back。 I'll be back。 どういうこと I'll be back。 強いけどねこれ十分。IDB バック言うだけなのかな、このスキル。さてさて、お次はこちらの電気ショックを発してるやつ、これ買ってみましょう。あれ、なんでやねん。え、なんでこれ810だよね、満たしてるぞ。あ、ちげえわこれ、870ってことかな。じゃあもうちょっと頑張りましょう。さあお次、たけしー大丈夫か。お前飛行機のプロペラみたいになってたぞ、大丈夫か。よし、870まであと3回、あと2回。さあ行きますよ。はい、あ、いや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 、あー危ないよ、やめてください。ちょ、炭治郎たけしが俺のこと狙ってますね完全に。よし、 OK、 達成しました。これでちょっと先ほどのスキルを使ってみましょうか。変えるかな。あ、来た、ようやくや。さあどういう技になるんでしょう。さっきのあの誰か使ってたブワーンっていう領域展開みたいなやつかな。いきます、せーの、はい、かっけえ、これは強えわ。ただレンダルパンチとかできないんで、すぐ他の人たち復活しちゃいますね。すごい、これかっこいい、いいね。今までのスキルで一番好きかも。かっこいいなこれ。たけし自分も倒れてたら意味ない。はい、ということで本日はこちらのビンタで勝負するっていうロボロックスのぶっ飛んだゲーム実況プレイしました。いかがだったでしょうか。この動画、このゲームがちょっとでもクスッときたら、ぜひ高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ベルボタンをオンにしてお待ちください。ローリングスペシャル回転アルティメットたけし。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。